どうも TQQ です。ランクマッチやってるとなんとか戦って遭遇すると思うんですけど、めちゃめちゃ強ないですか。今回はジブダブダブでジャンクラット戦が相手に来たんですけど、室内とか一本道がめちゃめちゃ強い。その前も試合も敵に来てボッコボコにされました。隠れてワンピックとか全く予想できひんところからマイン飛んできたりして、ほぼお手上げ状態っていう。まあジャンクラットがいたところはもう諦めて違うところで火力を出すことに専念した試合です。ぜひご覧ください。でかいでかいけど、やばいね。ヘッシュ入ったら終わるなこれ。オッケー、危ねー、怖っ。ジャンクラ上手すぎん、あの人。めっちゃロー、めっちゃロー。死んだ。I'm dead here. Nice, no, no. I'm dead anyways. わー、くそろーやな、あれ。上からバイザー行こうかな。俺の目から逃げる。うっせえ。俺は早い。結構。いや、ジャンクいるやん。ジャンクだとマジ怖いって。ナイス。でかすぎる。どこ行った、エコ。まあなんかいるわな。ほんでジャンクラがそろそろ来ると。フワついてんのマジ怖い。結構進まれてんな。俺の目から逃げる。Falls in love, you can. Jump grab, nice. Okay, okay, okay. Wall Diva, ka. 忙しなるぞこれは。えぐい。あんまり死にたくなかったのに。I'm getting tired. I'm dead. You can res. なんか勝手にリアどかされんねんけど。やばすぎ。おお、oh,
バティストまでやれたらな、やれたー、勝ったー。オッケー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 。やはりソルジャーよ。ジャンクラットがいくら強かろうが、いやでも辛いな。ショーン困るな。避けていくしかない、目視でジャンクラットのボムは。ストレスが溜まってそうだ。もうジャンクラ絶対狙ってんで、これ狙ってはないか、狙ってはないな。よし、じゃあ行くぞ。いつものとこ行くぞ。いつものとこ行った時にどうなるかっていう問題がある。おわ、ほらおるやおるやほら絶対いるのよ。遠投にも程あるから。ほんなら上どうすんのっていう話になってくるよね。これ上どうすんのっていう話になってきたら、もうこっからもう出ません。Good job, Tog. You could kill him. What? He was one. He was much better. 怖すぎる。ゼニアットも怖いし、もうなんか。アナとジャンクラー up top here。いや、ゼニアットもいるよ、それ。オッケー、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 オッケー。どうなんのこれ。おお、えぐいそのムーブ。俺の目から逃げる。とりあえず使っとこう。なんかヤクザキックかましてる人おった。はい、ここジャンクラットのエリアね。怖いなマジで。どこにおるかどうかほんまわからんからな。いや怖え、ホラーや。ちょっとしたホラーすぎる。危ない。ジャンクのオースパン。Here, I'll go right and go left with you. It's an old spawn. Everything's higher than that. Huh? Yeah, I'm done! How are you doing? I'm going to get the cream. 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 I'm going to get the cream.俺の目から逃げる。Oh my god, えぐすぎる。マジでえぐい。ちょ、もうこれ以上前進まれへんねんけど、前進んでいいか。あっかん、マジやばい。住み続けることが大事なんかな。いや、これもう一個持ってんのありえへんねんて。ほんまに。いや、マジでかいよ。ああ。いや、上取りたいな。この距離で戦うのマジ怖いな。いやー惜しい。結構ジャンクラローやねんけどな。Get on point, defend die. Cut off, ここで cut off. Okay. Then another baby. Ana can die, Ana can die in the back. よし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 。ナイス。おもろすぎるってあのジャンクラット。いや、てかおもろすぎるってか強すぎるって。キャラの期待値みたいな最大限出てない？
あざすー。俺の目から逃げる。ここの阻害がマジビッグやったな。ありがてえ、 33% ダメージ。ということで今回の動画はここまでです。この動画が良かったと思いましたら高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。それじゃあ次の動画でお会いしましょう。じゃあね。